こんにちは、内藤証券7110マーケットトゥデイ、本日は大阪より内藤証券投資調査部の浅井がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日はですね、日経平均株価609円高で終わりました。トピックスは47ポイント高でございます。2% 以上の上昇というところで、FRB 議長がですね、パウエル FRB 議長が量的緩和縮小について、11月の FOMC で、早ければですね、11月の FOMC で決定すると表明しまして、終了時期はだいたい来年半ばという形でスケジュールを示しました。市場の想定通りというところで、大幅続伸、ニューヨークダウの方大幅続伸しまして、それを受けて、東京市場も大幅高という形になりました。中国の恒大集団の経営不安問題につきましても、人民元建ての利払い、実行、そして、ですね、政府が、社会や金融市場の影響を最小限に抑えるべく動くだろうというふうに見られまして、警戒感が後退したということもありました。今日の動きを見ますと、ご覧の通りでございまして、マザーズ指数が 3% 高というところですね。そして円相場、米金利の上昇を受けまして、1円以上の円安に動いています。110円の真ん中あたりまでということですね。2枚目いきまして、売買代金は3兆5578億円と高水準でございまして、今日値幅大きく動きましたので、そういうこともあって売買代金、膨らんでおります。そしてですね、大型中型小型もまんべんなく上昇しまして、小型株がややちょっと、上昇率高めというところですね。騰落レシオは 141.5% まで再び、上昇しました。警戒ゾーンと言われます130%以上ですね、上回っている水準でございまして、これを冷ましながらという形になるかと思います。3枚目いきます。業種別の株価指数ですけれども、今日はですね、海運筆頭、こちらの方は直近のあれですね、バルチック海運指数です、失礼しました。こちらの方の大幅上昇を受けまして、こちら海運株の方がトップというところになっています。それから他にも景気敏感株中心に、あとは米金に上昇を受けた銀行株、こういったところが買われています。医薬小売食料品などディフェンシブ系、そして公益なんか電力ガスとかですね、そういったところは値上がり率は低めということ。米国株の動きですけれども、ニューヨークダウご覧の通りで、26週移動平均線を大きく割ったところから切り返しまして、その上に出てきたという形です。ですね、米国金融市場へ その中国の恒大集団の影響なんかも小さいというふうなパウエル発言もありまして、ニューヨークダウは506ドル高2日での大幅続伸という形でございます。ナスダック総合指数もご覧の通りで、再び、13周線上に、を抜けてきたという形になっています。ただ金利上昇を受けまして、割高な大型 IT 株については若干のちょっと伸びが鈍いかなというところですね。そして、10年も国債利回りですけども、こちらの方安全資産であります米国債が売られまして、金利が上昇という形で久々のちょっと大きめの金利上昇になっております。直近8月4日を金利ボトムにですね、再びじわじわと金利が上がりつつあるというところで、インフレ懸念を織り込む部分もあったかと思われます。円相場の方は米金利の大幅上昇を受けて円安、今日はこの緑色のあたり、ね、矢印のあたりまで円安が進んだというですね。それから上海総合指数、こちらの方は今日は小幅安で推移しました。香港のハンセン指数なんかも小幅安で推移しているというところで、あまり大きな動きはございません。日経平均株価の週足ですけれども、今週はですね、安くで始まりまして、戻りきれませんでしたが、前週末比では251円安というので戻りきりませんでしたけれども、下げ渋る動きになっております。次のページ日足で見ますとどうかというと、ご覧の通り 29,573 円までざらば、突っ込んでですね、そして、今日は急反発というところでございます。下げ幅の半分ちょっと戻したという形ですね。さて、
とパウエル FRB 議長が、まあ、量的緩和縮小を11月からの FOMC で決定するというふうに表明しまして、そして、FOMC のですね、参加者数の半数こちらの方が政策金利の見通しで来年の利上げを、まあ、必要とするような、形が示されました。というところで、まあ今後、金利上昇ということで株式市場にとってはマイナスになるんですけれども、それでもまあ株価はニューヨーク株は上昇したというところ、これは何を意味するかというと、この表がございますけれども、株式相場の局面推移、金融相場の場合はまあ業績が悪いので、金融緩和でテコ入れしてですね、金余りプラス将来の景気回復期待で株価が上昇するという形ですけれども、業績相場、赤の点線で囲まれたところですけれども、業績相場では、景気の過熱もしくはですね、インフレ懸念から、まあ、金利を引き上げていく、政策金利引き上げていって、その中でも業績が拡大していくということで、株価も上昇するという形になりまして、業績拡大が、まあ、条件になります。今回は、まあ、インフレ加速なんかもを意識したテーパリング開始というふうになりますので、どうしてもですね、この業績拡大がまあ必須条件になっているという形であります。というところで、金利多少上昇懸念あってもですね、まあ、今後株価上昇にはつながる形にはなる局面に入ってきたという形になります。で、それから中国米の工作機械受注額、こちらの方は直近発表されました分ではですね、前月比 21% 減、239億円ということで、PC とかスマホ向けの設備投資が一服、半導体不足で、まあ、自動車関連なんかも少し設備投資が鈍っているというところもあって、多少中国の景気が懸念されるところであります。海外投資家の売買動向を見ますと、ご覧の通りでございまして、直近発表分ですね、9月10日分では先物そして現物を合わせて1兆586億円の買い越しということで1兆円超えました。次のページ、ちょっと細かいんですけども、過去ですね、1兆円以上先物現物足して1兆円以上の買い越し局面、どういった局面で買われて、その後ですね、株価がどれぐらい上昇したかというのを調べてみてみました。一番下に平均載ってますけども、半年間で 13%、 そして1年間で 17% ということで13年以降の局面です。次のページチャート出てますけれども、ちょっと見にくいですけども、特にですね、もみ合い離れの局面で大幅買い越しとなった場合、その後大幅に上昇するということが多いようでございます。さて、業種別の株価指数ですけれども、内需ディフェンシブ系ではサービスが唯一非常に強い動きが続いております。それから2枚目は海運が非常に強い動き、こちらも上の方に抜けてきてますけども、あと電気なんかが強い動きが続いているということです。今日の銘柄はですね、株価が短期的に上昇した可能性がある銘柄ということで、この5日間で、日足の25日株価移動平均線が上昇転換した銘柄をピックアップしてみました。日々の株価がですね、そしてなおかつ日々の株価が25日株価移動線上に位置しているというところで、ピックアップしてみました。次の通りでございまして、日本電設工業、こちら JR 東日本グループの電設工事会社なんですけども、売上の過半が JR 東日本向けということで、まあ、JR の方はなかなか旅客需要がですね、落ち込んでまして、設備投資積極的になれないであるということで、株価も売られてました。安値圏から出直りつつあるということです。日機ホールディングス、こちらもオーストラリアの LNG 工事の追加費用の計上でですね、今期は最終赤字転落ということで、こちらの方も安値圏からのちょっと売られたのが出直りつつあると。オーラオルビス、こちらの方も2つのブランド以外の黒字転換が、まあ、今期見込まれるということもあって、株価戻り補調になっております。ミネベア三井、こちらの方はボール精密のボールベアリングとか精密モーター、そしてアナログ半導体、パワー半導体などですけれども、あとはカメラ用の手ぶれ補正機構などかが業績を牽引して、これだけ今回のリストアップの中では最高益更新予想です。あと川重とかですね、あとトヨタ自動車なんかも出てきました。トヨタ自動車高値圏でしっかりと推移が続いております。あと一番下のマニーは手術用の針とかですね、
眼科用のナイフとか作っている医療器具メーカーでございます。こちらもコロナ影響で出荷が鈍っていたところ、株価の方はちょっと出直りつつあるということです。2枚目いきますと、ワシックスとか高島屋、そして電鉄株、そしてあのアナホールディングス、空運ですね。そういったところ、経済正常化を先取りする動きが株価が少しずつ、出ているようで、底入れ機運が少しずつ高まってきているというところでございます。本日は以上でございます。ありがとうございました。失礼いたします。